ようやくね、戦力なった状態上回復がある。出番少なかったね。はい、ようやく花が開きます。はい、陣でございます。では早速いってみましょう。12級の戦いでございます。スタート。なんと今、神に守られし処女級釈迦でございますね。ちょうど12時から15時まで降臨しておりますと。早速やらせていただきます。はい、まあね、一回実はクリアしてるんですけど、動画撮ってない時間帯にやっちゃったので行かせていただきます。ソロですね。できればアーサーで行きたいですね。どれがいいかな。高麗さんの正面削り、これにしよう。うん、行きます。なんと私ルシファー、ダブルルシファーですね。こっちが、いやいいでしょこれ、なかなか。そしてこのようやくね、戦力なった状態上回復がある。三蔵法師さん、出番少なかったね。はい、ようやく花が開きます。この3人プラスアーサーで生かしていただきます。いやー、なかなか自分もね、ソロで勝っていきたいです。神に守るし処女級、究極のバージョンですね今回は。さあ、てと、うん、おー、曲が違う。普段ね、あんま曲聴きながらやらないんで、今回ヘッドホンしてますから。中に入りましょう。やっちゃおう。あれ、しまった、俺貫通ばっかりだった。まあそっか、アビリティロックをどんどん先にね倒していかなきゃいけないのかな、もしかして。止まれ。よし、意外とダメージオールも貼られてくるんだね。あ、ここ狙いたいね。 OK、 グッジョブでございます。ルシファーは、うわ、勝て勝て、アーサーだったら倒せるかと思ったのに。ああ、何もできなかった。オーケー、パクチー。アビリティロックを先にいきたいね。縦貫していきます。もう少し、うん、シャカーはどうやらマシンガン系のもの。うん、いいっす、さすがさ。よっけ、よし、 OK。 あ、ここにヒョウが連れてきてもよかったかな。一応ダブルアビリティだしね。あ、一番早く倒すはずのアビリティ力残しちゃったよ。もう残念。そういう時にこの三蔵法師、状態じゃ回復が役に立つんですよね。それ以上に先に倒しとけばよかったね。うん、第3戦やっぱ重力バリアが目立つね。うまい。あー、これ今度ヒョウが連れていきたいね。だってもう完璧に重力バリアとダメージオールオンリーだよ、出てんの。うわー、最悪これ。うまい、うまい。うん、アーサー出ていこう。ゴー、おっしゃかっさまー。あー、痛い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 、あー痛い。あー、みんなの友情コンボもらってるか。
オッケー、オッケー。アーサー狙い。けど、うん。おお、まだ生き残ってたか。やるね。あー、やりにき。わざと、スキル発。よし。うん。そろそろ。もう一ステージかな、ボスまで。あーどうしようかな、迷うところだけど、ソースナルルシファーに行きました。オッケー。初めに左上のねアビティロック倒したいね。うーん、行くかアビティロック。あ、でもこれでもいけるな。た、縦がある。オッケー、ザコいっそうですよ。まだボスステージじゃないのにはしゃいでる。こんな感じの角度で避けられるかな。あー当たったか、当たったか。うん、一人ね。ルシファー、カオル、君は助けられないよ。うん、いいんじゃない。よし、アーサーは自由だ。うわー、変なとこハマっちまったな。ルシファーか。足もらえるかな。オッケー、これでボスじゃないですか。いよいよ、よし。さあ行くぞ。あー難しい。ここ狙いつつルシファーにも当てたい。あ、当たんねえ、当たんねえ。あー横でアビリティロック狙ってるか。うわー、うん、まあ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 、火ダメージがでけえ。雑魚からどんどん行こう。よし、いった、倒した。うん、いいね、つながった。おお、友情コンボができない。で、攻撃力が下がった。よし、縦貫。よし、ハート来い。うん、ちっちゃいのは来たけどな、これ取れねえじゃん。行くしかねえな、勝負。うわ、友情コンボももらえないのか。いけ、上まで行っちゃって。よし、うん、使うしかなかった。でもね、まだスピードクリアまでには回復できる。アーサー、まあ無理せずこいつ倒しとこう。おお、いいとこいったね。まあ運がいいことに、あのフォーミング系をね一体も連れてきてないっていうのは自分ではなかなかいい。そうか、三蔵法師でビットン潰せんのか。
うーん、難しいなこれ。安易に突っ込んだらまたダメージオールの餌食になっちまう。あーいい、アーサーには当てようか。じゃあストッピング、オッケー。また来たよ。ダーン、先ほどの盾役者だ。うん、状態上回復使えるね。うわ、あれっていうかもうラストステージじゃねえかよ。気づいてなかった。使おう。よし、来い俺のコスモが。あ、しまった。これ加勢できる重力ついてんのがこいつとこいつか。うんふんふん、いけー。あと一撃、あと一撃、あと、おお、セーフ。ペガサスファンタジー、そんな夢だけは誰も言わない。始まりの終わりは同じというわけか。カーラン先生、ペガサスの母ちゃんした。ちょっと降臨しすぎてたね。一人でも勝てました。まあこんだけのメンツで揃えてればね、うん、たまたま適正にハマるキャラが多かったですね。シャカゲッツ1個。はい、アンチウィンドですね、標準で持ってるのは。でシャカは進化できるようです。この究極があることによって、ストライクショットはスピードアップと、2発の無属性のウェーブで攻撃。ウェーブって何でしょうね。ウェーブ、ちょっと初めて見る感じですね。威力も51,334という強いな結構。はい、ということで今回は究極の方のね、釈迦編に臨んでみました。なかなか普通の極みと違って強いですね。はい、では皆さんおやすみなさい。おやすみなさいか分かんないですけどはい、皆さんバイバイ。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ録画の動画だけではなく、なんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。